今回のゲストをご紹介します。元大相撲力士の高藤力さんにお越しいただきました。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神谷さん、お相撲って観戦したことないです。すいません、すいませんでした。堀江さんはこれ実際に観戦イベントに行かれたりですね。すごい懐かしい写真出てきた。これニコニコ町会議ですか。左はそうですね、はい、大相撲町会議場所っていうの で、ね、これ右は結構最近そうですね、あれは、はい、今もう満員御礼ですね。高藤力さんとも相撲というよりは麻雀とかで付き合いました。坊主麻雀でしたね。坊主麻雀でやって、僕は坊主になったやつですよね。そうです。あれ、え、負けたら坊主ってことですか。負けたら坊主、負けたら坊主ね、1位になったら500万円みたいな、なんか M リーグが始まる前に、はいはい、いろいろ試行錯誤してた時期に一回対戦していただいて、これ大相撲で高藤力さんは関脇としてですね、はい、活躍されてきたんですけれども、ちょっと経歴を簡単にご紹介したいと思います。15歳で藤島部屋に入門しまして、若鷹兄弟と同門ということなんですけど、現役時代は曙のキラーとしても、有名でした。それで2000年に、これ史上初のこの幕尻優勝とされてまして、これ引退後は、大鵬部屋の親方ということなんですけれども、これ2010年にこれ野球賭博問題で相撲協会を解雇。これまでにギャンブルで負けた金額が5億円というお話もあるんで、このお話も聞いていきたいと思うんですよ。もうあれから15年経ってますから、はい、倍以上負けてますよ。え、ここでやめなかったんですか。やめてない。みんなギャンブルそんなやってんの。すごいっすね。まあ、今は YouTube チャンネルでも登録者数が35万人の、人気ということなんですけれども、今回は相撲界の伝統に踏み込めと題しまして、日本固有の特殊すぎる世界に迫っていきたいと思います。これ高藤力さん、まずこれ YouTube でこれ八百長やこれ暴行事件の相撲界のこうタブーに切り込んだお話をされているケースも多いと思うんですが、これはなぜ今こういった YouTube やってるんですか。いや、まあすぐやろうと思ったんですけどね、はい、やっぱ一応野球賭博で一応クビになったんで、はい、10年は我慢しようと思った。なるほど。まあでもその後もプロレスですとか、あの事業の焼肉店などでこうやって大きく事業されて、その儲かったお金をまた別のギャンブルに使う。まあそうっすよね、はい、いやだから違法なギャンブルはもう15年やってないんですよ、うん、はい、違法なギャンブル以外は全部やってます、はい、これ動画の番組の中でよくあの、訴えられても構わないということをおっしゃってるんですが、はい、実際に相撲協会ですとか、はい、こう何かそういう指摘が入ったりとかすることってあったりするんですか。いや一回もないですね。一回もないから、もうあんまりこうやってつついたらヤブヘビだと思ってんじゃないですかね。ヤブヘビでしょう。もっとヤバいの出てきそうですね。いや、あ、サンクチュアリって見た。サンクチュアリ途中まで見ました。なんで途中でやめちゃうの。ごめんなさい、なんかちょっとあの暴力が多かったから、女子的にはちょっと見てて。どうすか、あれサンクチュアリ見られて、あ、こんなもんじゃねえなとか。昔はね、あれ以上のもうやらされますからね。以上もうこうやって発動されたりとか。いやいや、もう今コンボでしばかれて半分死にかけるとかね。でケツ叩かれすぎてこの表面が弾けて、表面の肉が見える、叩かれすぎて、それぐらい。マジ？そうです。今はもうそんなことしたらもう大変な問題になりますけど、うん、昔はリンチが当たり前みたいな。じゃあ誰も言わないから、それはもう。そうそう、もうそれはそういうもんだという。うん、じゃあこう通してご覧になって、あ、まだちょっと昔と比べたら柔らかく描いてるな、描いてるなみたいな。それはしょうがないですよ。監修が維新力だから。あ、これもし高藤力さんが監修したらどんな感じ。いや、もっとえげつないことになってどうですか、あれでうわすごいなと思ったでしょ。うわってもう見れないかもって思っちゃいました。だからそれがすごいなと思って人気が出たんだから、まるっきり相撲協会も逆のことやればいいんです。暴力はいきませんとか言っていいんじゃなくて、はいはい、もう本当にもうギュッて絞って、はい、めっちゃ死ぬほど練習させて、はい、もう相撲ってこんな苦しいんだと思わせるようなことをした方が、はい、かえってもっと人気が出るかもしれない、はい、いやでもすごかったですよね。僕もこれで久しぶりに見に行きましたもん。サンクチュアリを見たんで、なんかサンクチュアリ見て、なんか相撲熱が、そしたら相撲が好きなやつが周りに割といるんで、はい、横でずっと解説してくれるから、はい、めっちゃ楽です。いいですね。今はこうなってんだよな。いや、久しぶりに行ったんですけど、盛り上がっててよかったっすね、ほんと。だからやっぱ、ああいうドラマが一発あると、世界で人気になってて、そうですね。あれ、世界で人気になってんだけど、全然それをなんか、うまく取り込めてない気もするんですけど、ね。取り込めてないですね。ね、だって、あの、はい、今、日本が、こう、2023
2013年に外国人から日本に来るお客さんが大体2300万人ぐらいいるみたいなんですよね、はい、日本政府は4000万人にしようと思ってるわけですよ、はい、観光客を、はい、だから4000万人いる中で相撲の1月場所5月場所9月場所だけが本場所でやるわけですよ45日に。そしたら1日1万人としても45万人なんですよね、はい、で外国人が 1% 来るんだったらもうそれだけでも満タンになるじゃないですか、はい、やっぱ相撲のファンはやっぱ日本人もいるわけだから、うん、もっと大きくできるんじゃないのって話です。もっと大きくできるっていうことはどういうことかというと、はい、相撲協会のトップがあんまりもうこういう自分のことばっかり考えてるから、はい、だからそれよりももっとオープンにしてね、外国にじゃあその映像の権利を渡しますよっていうだけで、うん、じゃあ200億もらえますよって言ったら、うん、その200億を若い子らにみんなで分けてあげればいい、うん、そしたら給料が横綱が20億とかもらえたら今の中学校の柔道選手なんかもうみんな相撲取りたいんですよ。なるなるなる。すごい簡単な理屈なんですけどね。だから例えばこれ全部スポーツ業界全般に言えるんだけど、日本はなんでそれができないかって長らく地上波が支配してたからなんですよね、はいはい、地上波のテレビがものすごく権力持ってて、うん、でものすごく支配してたから、例えばなぜか相撲の中継ってみんな NHK がやってるでしょ。確かに NHK うん、もう唯一不祥事が重なった時の技量審査場所なんていう、あれだけニコニコ動画でやってましたけど、これってすごいことで、世界中に多分1000万人単位でファンがいるスポーツなのに、 NHK がなぜか多分大した放映権料払ってねえんだけど、いや30億です、たったの30億でしょ、たったの30億って、これ入札したら全然桁変わりますよ。丸一つ違いますよね。違います、丸全然一つ違います。でこれはまさに日本の地上波がそうやって利権化してるんですよ。だって協会からしてみれば別に NHK なんて30億しか払ってくれない全然貧乏人みたいなもんじゃないですか。でも普通に競争入札にしたら、だって別に したって言うわけじゃないですか。しかもなんで NHK にこんな配慮しなきゃいけないのって話あるじゃないですか。そういうことやっぱりやらないですよね。 MLB がね、メジャーリーグベースボールって実は1試合あたりの平均観客人数って日本と変わんないんですよ、うん、むしろ向こうがちょっと少ないぐらいなんですよ、うん、だけどなんで大谷翔平は向こうでやってんの、なんであんな給料もらえ1000億とかなんでもらえんのって話。放送権、そうなの、放映権料がすごいわけで、 MLB は30球団全部まとめてポストシーズンワールドシリーズまで全部パッケージングして売ってるから、そういうダゾーンみたいなとことかテレビ局とかに売ってるんで、日本の野球と桁が2つぐらい違うわけですよ。でも日本は放映権料安いから、だから入場料とかグッズ販売の収入でそれでも儲かるようになってきたけど、全然マーケットのサイズは一桁二桁違いますよね、うん、めっちゃもったいないですね。それだからそうそう、地上波がずっとスポーツを支配してたからずっとそうしなきゃいけないってみんな思っちゃってる、うん、だけど相撲は世界中の筋肉デブ好きがもう垂涎の的ですよ。だって半裸ですよ。半裸のデブが汗水垂らしてこう殴り合ってるというか、これはもうねデブ戦にはねたまらない本当に。すごい、初めてそんな相撲の説明聞きました。いやいや、絶対いるから。絶対いるから。だってお相撲さんってめっちゃモテんだよ。知ってた？え、知らない。そうなんですか？モテますよね。いや、そう、わかんないです。そう、もうなんか、こんなプニプニなのに、こんな筋肉あってたまらんみたいな。人がいるもん。お相撲さんと一緒にご飯とか飲み行くと、めっちゃ美女がいるわけ。え？って思うじゃん。だけど、あ、こういうの好きなんだろうなって。もうこれほら人の性癖の問題だからさ、好き嫌いの問題です。そう、でもこれ強い人大好き、世界を見たらもっといますから、うん、分母が違いますから、うん、1億2000万人じゃなくて80億人いますから、うん、80億の中のやっぱ見る人がね、うん、じゃあ何千万人か見る人がいたら、それがちゃんとお金払ってくれたら大変長くですよ、うん、堀江さん、これ過去の発言で大相撲オンデマンドだけでこれ月額1000円で1000万人、そう、俺欲しいこの契約、うん、売ってくる、うん、ダゾーンとかに。なんなら、もう特別な試合とか PPV にしてもいいぐらいです。もう、だから30億が、もう俺らやっぱ中学校しか出てないから、もうバカばっかだから、それがもうすげえ高いと思った。30億を NHK 様からいただいてるぐらいにしか思ってない。バカ、まあ、ちゃんともうちょっと考えてみろよ、八角さん、相手。ちゃんとすれば、300億とか500億の金を、ね、定期的にもらえるようにすれば、もっと番組も面白くできるし、もっとそういういかがわしい相撲をなくせばいいんだ。それを相撲協会がちゃんとやればいい。